はい、今回はこれも珍しいやつなんですが、これは、モータートミカの時代の、ものでして、モータートミカもしくはこれ BO トミカっていうね、ものでして、ボタン電池を入れるとビーッとこう動き出すやつがあったんですが、今では大変貴重な、ものになります。これが、スーパーのレガシーでして、2代目にあたります。で、説明の方に入らさせていただきますと、平成5年の、1993年10月に登場した2代目スバルレガシーは、富士重工業のオリジナリティあふれる、思想や技術を多く取り入れた、ミドルクラスのセダン&ワゴンであると。で、初代レガシーでは社内の開発体制が未熟児だったため、レガシーの新センサーと革命性が十分に証言されていたとは言い難かった。そこで、2代目では初代モデルの基本コンセプトである、グランドツーリングセダン&ワゴンの熟練に力が注がれているんですね。で、デザインは初代のモチーフを生かしながら、細胞元名声所のデザイナーで、その後三菱自動車のチーフデザイナーとなるオリビエ・ブーレイが手仕上げたと。で、フロントマスクのデザインはスバル TT1 からインスピレーションを受けたと言われている。で、車体が大型化しながら当時の風格には乗らず、初代に続いて5ナンバーサイズを維持したボディは特性を誇るため構造を見直した上、素材を初代から一部変更。そのため特性が高まったにもかかわらず、約 30g の軽量化にも成功しているんですね。で、2代目の大きなトッピングとなるのが、ハイパワーのターボエンジンだと。で、世界最速の2リッターモデルを出現するため、2つのターボをシングルとツインの、2ステージで働かせる、シャルツインターボを採用。低回転でのトルク特性を維持し、高回転でのパワーフェイルを優れたエンジンに有した。一方、自然排気エンジンは低回転数値でトルク不足と、それによる自浄燃費の悪さが残ってしまった。で、輸出用に搭載されていた、2500cc エンジンが追加されたのはそのためともされているんですね。で、発売直前の9月には、ツーリングワゴンの GT で、高速チャレンジを実現した 249.981km のワゴン世界最速平均速度記録を樹立。こうした PR もあり、日本国内でもツーリングワゴンのセールスがセダン大きく上回り、レガシーツーリングワゴンというブランドイメージがユーザーの闇に深く浸透していたんですね。で、完成度を高めてスポーツ性能を進化させた2代目レガシーは、初代と同様に大ヒットを記録し、アメリカで平成7年、1999年に導入したアウトバックも人気となり、レガシーはスバルの世界戦略を補う主力車種として、成長した車なんですね。で、一番これお安めの、価格であって、LX、これが150万5千円でした。で、高めのもので、これ高めのものであって、GTB。SPDEC というのがあって、これが307万円でした。ちょっと値段は高いんですが、非常にデザインも優れていて、非常に素晴らしい車でした。で、大ヒットしまして、生産台数が49万5471台を売り上げました。で、販売期間が平成5年の10月から平成10年の6月までで、車両型式が PD2、PD4、PG3、BG4、BGA、BGB 他にあったということなんですね。ね、このエンジンがまた独特で、ブルル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 ルってこの独特のエンジン音がするんですよ。ただし燃費があんまり良くないんですね、これ。燃費がリッター6、街乗りでリッター6から7。ぐらいですかね。高速でもリッター8から9ぐらいですから、街乗りで燃費が悪くてリッター6から7ぐらいしか走らないと、いう車。もっと頑張ればもうちょっと走るかもしれないんですが、10はいかないですね、確率にね。で、そういう車。でも当時は、そんな燃費があんまり良くなかったんですけども、デザインが優れているということも同時にあり、当時はガソリンの価格も安かったですから、今1リッターあたり140円近くしますけど、昔はもっと安かったので、
で、そういうこともあって、まああと同時にこの90年代は景気が良かった、そこそこ良かったので、まあ売れてたんですよね。で、こういう車がどん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 売れてたんですよ。だから、まあこういう車はバンバカバンバカこう買うことがある意味できた、まあそういう時代だったんですね。ただ今ではあんまりすっかりもうレガシーという車は確かなくなったのかな。レガシーってのは確かなくなったんですよね。だから今あんまり街中であんまりレガシーを走ってるのはあんまりもう見なくなりましたかね。でもまあこれは今に至っても十分劣らない優れた性能の、車でしたね。あの有名なほら、あの TBS かなんかなんかな、アナウンサーかな人がいて、久米アナウンサーってのがいるじゃないですか、おじさんのね。で、あの久米アナウンサーが昔このレガシーに、このツーリングワゴンかな、乗ってたらしいですね。で、色は確か黄色の色に、昔乗ってたらしいんですが、まあ非常にいい車に乗ってらっしゃったなというふうに思いますね。で、これがまあ非常にこの独特なブララ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 ラとこうエンジン音とともにこの車が走り出すというような非常にいい車でね。ただスバルの唯一の欠点となるのがオイル漏れなんですね。唯一スバルの欠点というのがあって、欠陥というかもうなのがオイル漏れなんですよ。新車の時だったらまだいいかもしれないけど、それが、数年ぐらいで年月が経ってくるとオイルが漏れんですよ。だから私が前に乗ってたスバルサンバークラシックなんかもオイル漏れがあってですね、で、それ車検の時にちょっと借りたんですが、まあ車検を受けて通すとなると20万ぐらいかかるって言われてたんですね。わあ、すごいかかるなと思ったんだけども、まあ結構スバルの車っていうのは、まあスバルのディーラーの人が言ってたので、まあ間違いないんですけども、オイル漏れがね、申し上げにくいんですがあるんですよと。スバルっていうのはもうそのオイルも、まあそういうところはある意味正直で言ってくれるメーカーっていうのは非常にある意味信頼できていいかなと思うんですね。本来はほら、ね、メーカー側にとっては都合が悪いことだから正直言ってね。だからそういったことを包み隠さず話してくれる人っていうのはね、普段はあんまりいない、少ないと思うんですが、まあそこのスバルの修理工場を持ってた時に親切な人で、申し訳ございませんが、まあこれですとちょっとうちのスバルはオイル漏れがあるので、まあ私どもスバルとしてはそういったことがないようにね、素晴らしい車をこう作ろうと思ってるんですけど、ただこう技術的な面でまだ不十分なところがあって、そういうところがあるんですと、言ってらっしゃいましたからね。ですからまあまあ、ある意味そういうことを正直言ってくれる自動車会社、まあ中古車ディーラーでもそうだけど、そういうところを言ってくださるところっていうのが一番ある意味安心できてね、任せられるところじゃないかなと思うんです。今はね、こう不正燃費だとか、ね、車検をこう取らないようにするとかあるじゃないですか。まあ要は車検戻しってやつですね。普段だったら車検に通らないから。まあ、車検戻しっつって、まあ、車検に通らない部品を車検の時だけ外して、で、あたかもまあ、普通に走ってましたかのように見せかけて、で、車検が通っちゃうんですよ。そういうやつね。で、そんで車検が通ると、またその車検が通らない部品をまたつけるというね。まあ、そこまで来るとちょっとね、悪どいというかね、もうやり方になってきちゃうんですけども、まあ、言えばちょっと裏車検というかね、まあ、そういったのがあるので、そういったものをね、託していかなきゃいけないかなっていうのはあると思いますね。まあ、そもそもそういうふうに、もう違法改造になるような、部品を売らないでくれって話なんですが、まあそういったものを売ってるところがあるんですよね。カーショップとかいうところ行くと。たまにですけどね。で、そういったものを、で、しかもそういったことが今厳しくなってきてるから、車検なんかも聞いた話は厳しくなってるらしいんですよ。だからまあ、車検戻しって言ってね、車検の時だけその戻して、それでまたくっつけて走りするっていうのは、あんまりね、感心できることじゃないかなと思います。うん、だったらまあ、そういう場所を買うぐらいだったら、ちゃんと車検に適応したパーツを付けた方がいいと、いうふうに思いますね。
わざわざその車検の時だけ車検戻しをしてやるようなパーツをわざわざその買ってつけてると、かえってみっともないというかね、かえって手間暇もかかるし、日数もかかるし、かえって残念かなっていうのはありますよね。だったらその改造車であってもちゃんと車検に通る改造をした方がいいんじゃないかなっていうふうには、改造が好きならね、そういうふうにした方がいいんじゃないかなっていうふうには、思いますけどね。まあこれは明らかにも個人的な話ではございますけど、でもまあなかなかいい車だなっていうところでございます。どうもありがとうございました。